岡山の内藤敦史選手です。さあ今回決勝どんなレースになるんですか。若い2人に任せて、3番手回りたいと思います。メッセージをお願いします。それではしっかりと、ついていって岡山3人で上位で苦戦できるように頑張りますのでしっかり応援してください。青森の千澤大輔選手です。決勝どんなレースになるんですか。菅原くんの後ろで頑張りたいと思います。メッセージをお願いします。番手の仕事もしっかりして、直線しっかり伸びていけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。石川の岡崎圭介選手です。決勝戦どんなレースになるんでしょうか。何とも言えないですけど、まずは自分の競争できればですかね。そうですね、主導権取れるように頑張るんで応援よろしくお願いします。東京の飯島純選手です。決勝戦どんなレースをしていきましょう。東日本で3番手回っていきたいと思います。直線突っ込もうと、チャンスあるところ見つけて頑張りたいと思います。メッセージをお願いします。明日も優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。岡山の児玉拓磨選手です。決勝はどんなレースになるんですか。後輩の山崎俊也君いるんで、先輩の内藤敦史さんが後ろ固めてくれるんで番手戦になると思います。自分のできることをして優勝目指して頑張るんで応援よろしくお願いします。岐阜の山田純也選手です。決勝はどんなレースになるんでしょうか。岡崎さんに前を頑張ってもらいたいと思います。まだしっかりとつけていこうと。はい、そうですね、しっかりついていきたいと思います。決勝なんでどっちかが優勝できるように頑張りたいと思います。岡山の山崎俊也選手です。決勝どういったレースになるんでしょうか。そうですね、岡山の中から優勝選手出せれるようにしっかり頑張りたいと思います。後ろが先輩2人心強いですね。そうですね、もうしっかり頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。大分の山崎翼選手です。決勝どんなレースになるんですか。一人で思い切って頑張ります。短期一発狙いたいですね。そうですね、一発狙って優勝したいです。メッセージお願いします。明日も優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。静岡の菅原雄太選手です。さあ今回決勝どんなレースになるんですか。積極的に攻めていきたいと思います。まずは自分のレースをしっかりとですね。そうですね、メッセージをお願いします。明日も精一杯優勝狙って頑張ります。応援の方よろしくお願いします。さあこちら北海道の函館競輪場です。いよいよ今年2019年最後の競争が行われます。例年通りこの10月半ばをもって全日程終了。世間的には競輪界はシーズンオフがないという競技なんですが、こちら北海道の競輪場、この後もうすぐそこまで長い冬が迫ってきています。来年春までもうレースがありません。ぜひこのラストの A 級決勝戦じっくりとご覧になってください。最終戦は A 級1年半戦の決勝。今回は道南イサリビ鉄道杯争奪戦、オッツパーク杯、その最終レースになります。第12レースの A 級決勝メンバー登場です。ではその勝ち上がった9人の選手ご紹介いたします。1番岡山の内藤敦史、2番青森の千澤大輔、3番石川の岡崎圭介、4番東京の飯島純、5番岡山の児玉拓磨、6番岐阜の山田純也、7番岡山の山崎俊也、8番大分の山崎翼、9番静岡の菅原雄太、以上のメンバーの対戦です。距離2025メートル、バンク5周回、先頭誘導員は乃木芳則選手です。発送いたします。さあ各選手がゆっくりと前傾姿勢に変わっていきます。第12レース A 級決勝戦、今号砲鳴ってスタートです。今年の函館競輪最終レースになりますが、まずは8番山崎翼が前に行きました。大分の山崎、そして6番は山田純也、
その後は3番岡崎圭介が前を追っていきます。9番の菅原優太、2番は千澤大輔、後ろから7番の山崎俊也です。1番内藤敦志がいて、5番は児玉拓磨、1番後ろ今現在は4番の飯島潤がおります。これから競争は2周回目に入っていきます。まず前からは8番の山崎翼、連日後方の8番手からまくり上げてきています。今日は短期ですが出番があるかどうか、大分の山崎。そして2番手からは3番の岡崎圭介が行きます。非常に実戦気配がいい石川の岡崎、ここもしっかりと動いていけますでしょうか。6番山田純也がつけていきます。この人も自力タイプ、中部勢の連携になります。そして中段からは9番の菅原優太、初日特選からこの人が連日1番人気になっているんですが、7着3着でこの決勝を迎えています。後ろは差し足がある2番の千澤大輔、あとは4番の飯島潤が続いて東日本の3人です。残り3周切りました。後ろからが7番の山崎俊也です。先行1本の113期生、予選から2連勝なんですが、昨日まくりに回ったことを反省していた山崎俊也、気持ちはもう徹底先行。その番手回りが自在型の5番児玉拓磨、ここは連続優勝のチャンスです。岡山勢結束は1番内藤敦志が3番手回っていきます。各選手第4コーナー回ってきまして、残る競争はあと2周回。さあまず動きました7番山崎俊也、9番の菅原も前に踏んでいきます。さあ前ですが岡山勢、そこに9番の菅原絡んでいって前に踏んでいく、ラインを崩していった菅原優太、ちょっともつれていまして打賞。さあ2019年今年最後のジャンが鳴っています。北海道函館番手戦、ここはさばきました。9番菅原が5番の児玉をどかしまして、短期先行になった7番の山崎俊也、最終ホーム今度は中部勢来ました。3番の岡崎圭介がまくり上げてきている。先行は7番の山崎俊也ですが、2番手からいった9番下の菅原優太、追っていくのは1番の内藤敦志、ラインバラバラになっています。最終バック先頭を変わって9番菅原優太、追ってくるのは1番内藤敦志です。あとは混戦、6番の山田純也が追ってきている、4番の飯島。さあ直線コース、先頭は9番の菅原優太、菅原先頭ですが6番下突っ込んだ山田純也か、岐阜の山田、あるいは9番の菅原優太、並んで入ってきました。12レース A 級の決勝戦、最後はどうでしょうか。番手さばいていった9番の菅原優太が前に踏んで、直線では6番下の山田純也が差し込んできました。かなり激戦、もう早めにラインが崩れてしまいまして混戦だったんですが、9番の菅原そこを追い込んだかどうか、6番の山田純也並んでゴール。最後は6番車山田純也、岐阜の山田が先頭をゴールとなったようです。9番菅原優太も今日は攻めていきまして、岡山勢を崩して上位に入ってきました。あとは接戦は4番飯島潤が3着でしょうか。6番9番そして4番 A 級決勝、波乱の決着になったでしょうか。優勝岐阜の山田純也、そして静岡は菅原優太、東京飯島潤、一応ゴール体制は6番9番4番の順ではないかと思われますが、この後の決定放送もうしばらくお待ちください。2019年今年のラスト、最終レースが終了しました。北海道の函館競輪場です。まもなく決定放送が入るようです。決定、1着6番山田純也、2着9番菅原優太、3着4番飯島潤。道南イサリビ鉄道杯オッズパーク杯を制しました岐阜県山田純也選手です。それではお話伺っていきたいと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ゴール前しっかりと外側から決められましたが、そうですね、はい、ちょっと自転車伸びてくれてよかったと思います。はい、今のレースですが振り返りまして、準決同様に、岡崎選手の番手からということで、ホームあたりから岡崎選手が動いていったときはどのような思いでついていきましたか。そうですね、もう前がかかってたんで自分もちょっとついていくのに必死でした。はい、
今節振り返って山田選手ご自身はいかがでしたか？そうですね、足の状態は良かったんですけど、まあ、初日もちょっと負けちゃって、ちょっと先輩の力、はい、ちょっと帰りたいと思って、はい、後ろを回させてもらいました。はい、函館ナイター競輪走っての印象をお聞かせください。そうですね、今回で3回目なんですけど、結構走りやすいバンクだと思います。最後にファンの皆様にもう一言お願いできますか？そうですね、また優勝できるように、頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして表彰式に移ります。はじめに道南いさりび鉄道株式会社運輸部専任部長勝俣康夫様より賞状および副賞の贈呈です。お願いいたします。それでは、賞状、優勝山田純也選手、あなたは市営函館競輪第12回公設 A 級優勝戦いさりび鉄道杯オッズパークにおいて当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和元年10月18日道南いさりび鉄道株式会社代表取締役社長小上一郎、おめでとうございます。おめでとうございます。副賞の贈呈です。おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして函館競輪開催執務委員長伊予部隆より函館市の記念品、次にオッズパーク杯目録の贈呈です。お願いいたします。函館競輪、閉幕最後のレースの優勝、本当におめでとうございます。これからもますます函館を大好きになってください。よろしくお願いします。おめでとうございます。これはオッズパークの方です。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして函館競輪メイン PR キャラクターリンリンより花束の贈呈です。リンリン、お願いいたします。おめでとうございます。はい、それでは記念撮影をお願いしたいと思います。皆さんで記念撮影をお願いいたします。さあ、この時間は最終戦 A 級決勝を制しました山田純也選手、その表彰式の様子をご紹介しています。まあ、リンリンも今日は滑走をしていまして、もう10月に入ってずっとこのハロウィンバージョンでなんか変わったクマになってますけども、彼が祝福をして山田純也選手、また来年も来てくださいねという、まあそんな感じのようですが、リンリンも祝福をして今後の活躍も期待したいという、まあ岐阜の山田純也選手、優勝でありました。